ニコ生をご覧の皆さん、こんばんは。ゲーマーの履歴書第13回です。待ってよ、真面目にやってるじゃん、ちゃんと真面目に言ってるでしょ。いけ、はい、今回 MC を務めますズーズでございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。どうもどうも、こんばんは。さあ、そして今回のゲストはこの方です。どうぞ。はい、亀井優真です。よろしくお願いします。はい、お願いします。ちょっと待って、何なんその言い方。いや、普通やんか。普通にそれがあれなんだ、ズーズの MC スタイル、ね、MC スタイルっていうか、普通の始まり方したはずだけどな。そうか。はい、というわけでね、まあ、この番組は、はい、毎回リレー形式で変わっていく出演者たちがそれぞれのゲーム経歴についてトークする、大人も子供もやったな、やったな。喋らせてくれ、喋らせてくれ。大人も子供もお姉さんも楽しめる奇妙で面白い、そして切ないゲーム実況トークバラエティとなっております。みんなエンディングまで泣くんじゃないぞ。いいですね、これ。まず、これさ、来週僕やるんですよ。やるやる。いつ受けるんでしょうかね、これが。受ける日が来るんだろうか。わかりました。がっつり読みましたけど、はいはい、さあ、というわけで、まずは、明けましておめでとうございます。あ、おめでとうございます。今年もよろしくお願いします。今年もぜひともよろしくお願いいたしますね。はい、どうです、今年入って。なんか、ありました。今年入ってありました。まず今年入ってなんか、はい、どうです今年。いやいや、まだ始まったばっかなんでね。どうも、まあ、ですけど、そうですもんね、はいはい、始まったばっかりですから何もないですよね。普通にしようか。もう普通にしましょうか。この間さ、年末ロマサガの公式放送ね、2人で2人で楽しんでいただいて、意気投合しちゃって。自分で言うとドッカンドッカン笑いが起こりまして、起きたか、まあまあ起きたわな、起きたな。視聴者の人たちももうこの2人でやってください、もうこの2人のなんか新作待ってますねみたいな。もうね、怒涛のあれでこれですよ、あれでこれ、大名称やゲーマーの履歴書決まりました、大名称決まりましたね。ありがとうございました。本当に、なんかそもそも、そうだ、ここから行きましょう。そもそも亀井優真とは何者なんだっていうところもちょっと自分で、あ、まあ、知らない人もいると思うから。そうですね、私は一応その今、ゲーム実況者兼、うん、ちょっと、前置きというか、うん、間違えた、役者兼ゲーム実況者ですね。そっちが重視。一応ね、一応まあ、入りが、この世界の入りが一応そっから入役者だったんで。ああ、そういうことね、そういうこと、ね、はい、まあでも今、仕事量的にはゲーム実況者兼役者、ね、そう、仕事量で比べるとどっちが頭にいくわけですか。そうそうそう、ああ、そうか、役者もやられてるという ね、はい、役者として。有名なものになんか、こう自慢できるもの出れたりとかしてましたか。いろんなの出てると思うんですけどね。全部いい作品だと思うんですけど、もうここ最近は、うん、もっぱら舞台に出させてもらったりしてるんですけど、舞台、はいはい、昔はね、多分僕を知ってる人はみんなご存知だと思うんですけど、うん、CM だったりとか出てたり、あとドラマとか、うん、映画ちょこちょこっと出させてもらったりとか、うんうんうん、すごいね、でもね、はい、しましたね。全然僕らが知らない世界だもんね。だからまあまあまあ、そうだよね、この世界に入ってから僕も初めて出会うような人たちばっかりだけど、みんな仲良くしてくれるから、うんうんうん、でもみんなからしたら多分僕も、うん、なんか奇妙というかさ、うん、なんでお前来たみたいな。まあまあ、その辺もね、確かにね、そういう知りたい人もいるかなと思うんで、うん、まあ今回こうゲーム履歴語りながらちょっとその辺も出ていければいいかなと思います。そうね、はい、うん、よろしくお願いします。流れだったね今。さあ、というわけで自分の腕を確かめていく。やっぱちょっとずつ ね、俺できるんだぞっていうのを自負していかないとね、はいはい、じゃあやっていきましょう。じゃあまあね、まあ、そしてこの番組はですね、後半はプレミアム会員限定アフタートークがございますと。この番組が続いていくかどうかは皆さんの応援次第です。ああ、ここ大事。大事でございます。大事ってなんだよ。大事でございますよね。ぜひともプレミアム会員登録よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。ですよ、まずもう本当にたくさんの方コメントしていただいて、これ見ました、一番ありがとうございます最初、はいはい、まだ番組始まる前に、まさか推しの2人がその一緒に、ああ番組やるなんて見ましたよ。そう、絡んでくれるとはって。ありがたいね。ありがたいよね。じゃあもう2人で何かやろうよ。ね、そんな嬉しい言葉を。前半に、いやいやいや、ちょっと待って、ズズさんは、うん、もうズズさんですけど、このゲーム実況歴とかはどんぐらいなんですか。はいはい、ゲーム実況歴、あ、その最初に動画を投稿してからさ、ね、7年8年かな。でも、あ、だよね、今2020年だから、うん、2011年ぐらいに始めたから、
ごめんなさい皆さん、そう先に言っておきました、今タメ口で喋ってるんですけど、我々同い年なんですよね。そうで、飲み会とかでもね、こう意気投合して、なんで今日はなんかそんなかしこまった感じじゃなくて、いつもみたいな、うん、ラフなね、はい、お酒飲んでる時みたいなテンションで多分喋ると思うので、はいはい、タメ口バンバン出ると思うんですけど、お気を悪くしないでくださいという好感度を、はい、めっちゃちゃんとしてるし何気に好感度上げてるから、ね、うん、そうそうそう、26の歳、まあ、そんな感じでね、やらせてもらっていただいて、6年前ですよ成人式、6年前よ成人式、びっくりだよ、もうそんな経った、ね、びっくりびっくり、今日成人式か、あ、成人された方おめでとうございます。そうだね、はい、いやだからもう今日でこういろいろ物語始まっていく方もいるって話ですね、はい、はい、それではじゃあやっていこうと思います。はい、お願いします。お願いします。はい、お願いします。じゃあというわけで、じゃあ早速やっていきましょう。亀井優馬さんのゲーム歴を聞いていきたいと思います。おお、番組っぽくなってきた、いいね、はいはい、さあいきましょう。まあじゃあまずはこの質問していきましょうかね。はい、はい、生まれて初めてプレイしたゲームは何でございましょうか。これね、こちらですね、スーパードンキーコング3謎のクレミストスーパーファミコンでございます。スーパーファミコンから始めてなんだ。これはですね、うん、僕の記憶をたどっていって、まあその物心ついてゲーム初めてやるってなった時に、その両親がどっちもゲーム好きだったんですよ。はいはい、で、あのスーパーファミコンとプレイステーション1だよね、無印の、あれが家にあって、うん、そのゲームできる環境はあって、うん、多分母親かな、なんでドンキーの3ハマってて、うん、ちょっとやりたいって言って、うん、で天才亀井少年は多分ね、これやったことある人ならわかると思うんですけど、うん、大人でも、うん、その水面ジャンプっていうのがあるんですよ、はいはい、ドンキーをね、大人でも水面ジャンプっていうのがあるんです。大人でも難しいとされる水面ジャンプという技があるんですね、はい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 、それをですね、こなしてしまうという、子供なのに若干3歳4歳の亀井少年は、3歳4歳の頃からそうかやってるのか、親が面白がって、そこからまあゲームをいろいろ僕にやらせてくれてみたいな感じだったかな。天才だからそっちの才能あるんじゃないかと、そう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 、俺スーパーファミコンか、スーパーファミコンだね、これは同い年だよね、俺やったことないんだよね。あ、でも ないと思うよ、やっぱだからその生まれた時にちょうどある、あった、だから僕たちってさ、64とさ、うん、そうだよね、プレ2じゃん、そう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 、ね、一番最初、そっから最初だから、うん、そうだよね、だからそうそうそう、いやもうそうか、天才少年ってこれで言われてたんだね、じゃあ亀池からね、うん、亀池内でこの子は天才だってなってたんだね、うん、なるほど、ありがたいことに。これさ、ドンキー3って、うんうん、ドンキーを操作するんじゃないのよ、うん、あ、そうなんね、うん、なんかドンキーの子供みたいな、子供じゃないんだけど、なんか赤ちゃんドンキーみたいなのを操作するのよ、うん、赤ちゃんドンキー、そうそう、なんか謎の失踪を遂げたドンキーとディディを探すための、失踪遂げてんの、そう、ドンキーとディディは失踪しちゃってんのよ、2がディディだよ、で、ワンがドンキー。あー、で、これ、主人公が変わってくっていう、まさかの。え、全オール特化えたってことだから。そうそうそう、特化えで、2人を探すために、うんうん、なんかこの兄弟、うん、兄弟なのかな、うん、男の子と女の子、うん、赤ちゃんドンキーたちが、うんうん、旅してくっていう感じなんですね。すごい、めっちゃ好きやん、もう。そうそうそう。いや、で、僕も、うん、だからもう20年ぐらいは多分やってないんだけど、うん、一番最初にやったゲームだから結構印象にね残ってんだよね。それさ、3歳とか4歳、それ生まれて初めてやったけど、その後もやったりとかしてるって、もう一回やってみようみたいな。あ、やりたいんだけどね、あ、なんかの時にちょっとバーチャルコンソール版みたいなの、あ、出てたっけな、なんかでね、やった記憶あるんだけど、小学校か中学校ぐらいかな、うん、うん、ちょっと一回やったのあるよね、うん、どうしたどうした、なんで笑った今。いや、なんでもない、いや、大丈夫だよ。あ、そうなんだと思って、あと生まれてからちょっと経ってすぐやったんだなと思って、そうそうそう、難しいなって言うの、へー、はい、オッケーです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 か、オッケーです、はいはい、ありがとうございます、オッケーです、取れなくなりました、はい、はい、大丈夫です。生まれて初めてプレイしたゲームはドンキーコング3でした。よいしょ、はい、ありがとうございます、はい、じゃあそれでは続いての質問いきましょうか。はいはい、こうやって進んでくんだね、持つかな、いきましょうか。じゃあ続いての、はい、続いてのゲームじゃねえ、続いてのじゃあお話いきましょうか、はい、はい、次いきましょう、はい、
初めてクリアしたゲームは何でございましょうか。クリアしたゲーム、うん、これちょっと難しかったんですけどね、うん、多分、うん、クラッシュバンディクー3ぶっ飛び世界一周、これプレイステーション2ですね。ちゃんとサブタイトルまでちゃんとぶっ飛び世界一周、うん、これはね、そうだね、うん、クリアしたゲーム の、うん、その定義がちょっと分かりづらかったのもあったんだけど、定義、うん、あの要するにだから全クリだから、はいはい、うん、あのそのゲームを全て遊び尽くしたって考えると、うん、多分これなんだよね。だからそのサブイベント等もあってそれも全部こなした、そう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 、こなしたものがこれ、うん、かな、記憶にある。だからクラッシュは1も2も、うん、その英才教育だったから、あのちっちゃい頃からあったから英才教育確かね、クラッシュの1は、うん、プレステ1なんだよ、うん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 、2、いや3から2になったんだな、プレ2になったから、はいはいはい、2までが1なんだよね。だからそれもあったんだけど、うんうん、難易度が高すぎて、うん、難しくて、うんうん、あのクリアできなかったんだよね、はい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 、だから、まあ、ある程度までは行くんだけど、うん、全クリっていうのはしてなくて、うん、これが全クリした初めてのタイトルだった気するな。ワンツーもやってて3でやって全クリした、うん、そうそうそう、やっぱあれ、うん、スーパードンキーコング3は全クリはしてない、してないしてないしてない、そんなだと3歳4歳よ。いやでも天才少年と言われた、天才少年と言われたあなたが、ね、あのクリアはできなかった、そうだね、あそうだ、C 面ジャンプのみで天才と判断をされ、そうだから甘々の環境で育ったんだ ね僕はで、あクリアできないんだって親が言い、クラッシュバンディ君だったらできるだろう、1渡したできない、じゃあ2ならできるだろう、できない、3でやっと天才少年じゃあちょっと名誉挽回させてもらうとあどうぞ、あの、うん、できなかったんではなく多分やらなかったんだよね、あのそこまで集中力も持たんでしょ、あそんな、いや知らん、あの4歳5歳がさ、いや集中力持たないやつが水面ジャンプみたいなのできるかっていうところじゃない、あそうだ、感覚でやっちゃうんだろうね水面ジャンプとかね、うん、勉強しないで点数取れちゃうやつがいい、数学は本当そうだった、俺もそうだった、あと暗記系全部ダメ、やらないから、国語社会が全然ダメだった多分ね、そうだと思う。で、ね、これは多分熱中して、うん、自分でちゃんとゲームができる年、はいはいはい、要するに母親がやってたデータをちょっと借りて水面ジャンプしたりとか、うん、ちょっとプレイしたりとかの感じだったんだよね、うん、これまでは、うん、でもこれが初めて自分のデータを作って最後まで全クリしたってのが、うん、多分これだ気がする。へえ、うん、これ何歳の時だいたい、これいやいくつか、曖昧でいいけど小学校の2年3年とかじゃないかな多分。おーおーおー、うん、あだから小学校2年3年までは1個も、うん、だからこうサブクエスト含めて全部クリアしてるのが、してないと思うよ。じゃあ、うん、俺の方が天才だったんだね、じゃあなるほどね、そうしたいのか、そう俺はそうしたい、そうしたいのか、そうしたい、理解した、あ、オッケー、うん、俺も、うん、あの全然できない子でちっちゃい頃から、おうおうおう、あ、そうなの、そう、大したことないんだよね、あ、そうなの、いや、俺もそうじゃないけどもうあの、亀池の中ではずっと劣等生って呼ばれて、うん、あ、そう、この子はダメだ、この子はダメだって、あ、でも俺もちょっと呼ばれてた、うん、でもこう努力でなんとかなるよ、あ、努力、あ、ちょっとその結果、結果、結果、うん、これからは頑張っていきたいと思う、よし、次行きましょう、よろしくお願いします、はい、はいいいんかなこれ、はい、じゃあ次行きましょうかね、はいはい、はい、じゃあ次はこちら、これまでで一番長くプレイしたゲームを、教えてください。はい、こちらはですね、ポケットモンスターブラックホワイトでございます。一応ポケモンシリーズって右にも書いてあるんですけど、あの一番長くプレイしたゲームって、うん、そのソフトごとで分けていくと、うんうん、これだっていうのが多分なくて、あーなるほどね、ポケモンシリーズが一番やってんなと思って、うん、長い時間、ほうほうほう、でその中で、うん、いわゆるガチ勢になったというか、個体値とか努力値とかまで、なるほどね、あの知り始めた、ポケモン、うん、本当のポケモンを知ったあのタイミングがこのブラックホワイトなんよ。で、本当のポケモンを知ったって、いや本当のポケモンあなた知ってる？あなたは何を言ってんの？本当のポケモンを知っていますか？怖い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 、都市伝説の要領で言う、教っぽくなって都市伝説みたいに、いやで、そのポケモンの知識っていうものを知ってやっぱハマってやり込むわけだよね、うん、だからブラックホワイトからそういうガチ対戦とかし始めて、うん、多分一番長くプレイしたなっていうので挙げさせてもらいましたね。その前、ま、
その前まではコメント見てるけど、はいはい、あなたは知ってるか本当のポケモンを、うん、なんか映画のタイトルっぽくなりそうなんかあなたは知ってるか本当のポケモンを確かに実写っぽいね。そうそうそう、あでも VR 両方って書いてある、うん、どっちあブラックかあホワイトホワイトホワイトあホワイトなんだ、うん、俺もホワイトやってた。でもホワイトでもね、やり込みまではいかなかったね、さすがに、うん、俺ビジュアルで選ぶタイプだからポケモン。ああ、だから上っ面のポケモンでしょ。誰が上っ面のポケモン、あの上っ面のポケモンっていうね。どうせあれでしょ、四天王を倒して伝説捕まえたら終わりでしょ、うん、いや、うん、四天王チャンピオンになったところがスタートだから。何それ、チャンピオンになるまではチュートリアルスポーツ選手の言い方言い方そこチュートリアルだからそこまではプロになってから本番だよの言い方やんかそれ。そうそうそう、いやポケモンは俺やっぱビジュアル派、やっぱその、うん、いやでもそうよ、可愛いとこ今、うん、その知識全部消して純粋にソードシールド楽しみたかったもん逆にね、あそう、奥を知ってしまったがゆえ、やっぱ、うん、旅いわゆるそのチャンピオンになるまで、うんうん、でさ純粋にポケモン楽しみたいじゃん。そりゃね、でも可愛いとかな、うん、やっぱ旅していく中で捕まえたポケモン、うん、個体値気になっちゃうんだよねちょっと。あこのポケモン強いかな、多分個体値もうちょい厳選したら後々楽できるなとか、そういうことか、なんかそういうのを考えちゃうとちょっと辛いね。じゃああれだ、俺今好きなポケモン何って聞こうとしたけど、うん、結局それもそういう値で見てる。あそうじゃないよ。お本当、好きなポケモン何、そう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 っていうのは、うん、ナットレイだね。ナットレイ、お世話になった。あだやっぱそうなってんだ思考がお世話になってるからね対戦でお世話になってたからね、うん、それこそブラックホワイトの時だよ、うん、ナットレイだね、うん、そうだよね、うんうん、ナットレイ、まあ好きっていうと、うん、ウィンディーとかだよね、見た目で、ウィンディー、ね、好きなのはウィンディーだねずっと、うん、見た目で好きなのはウィンディーだ。実際に、うん、じゃあ、うん、ポケモンが銀槌に現れました、パン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 って、はあはあ、で、あこのポケモンと一緒に過ごしたいなってなった場合はウィンディーになってくるね。そうなるとギャロップかもしれない。ギャロップ、あウィンディーでもいいけど、うん、背中乗りたい、うん、熱いぜギャロップ。いや大丈夫ないよ大丈夫なの、あれあのなんつーの、うん、新アイドみたいなのが、うん、ちゃんとあの夏気度上がってれば、うん、あれ熱く感じないからめっちゃ知ってるやん、なんで知ってんのその元の加減も。いやそれは多分、うん、それは今適当に言った。適当に言ったんかい。でも、うん、でも多分大丈夫だと思う。あなるほど、あれは熱くなってない。だってサトシとかも乗ってるでしょ背中、乗ったりしてない。いやしてたっけかな。だってラプラスの背中とかゴツゴツするよ。いやでもあれはゴツゴツのこう隙間を乗り越えた乗り方でしょ、あそういうことか。そう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 、確かにゴツゴツの隙間を乗り越えて、ゴツゴツは大丈夫だもんね。ゴツゴツにゴツゴツすぎたら無理だけど、うん、でもあれってゴツゴツとゴツゴツ、ほら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 、よかったよかった、ギャロップ乗ってるってよ。だから大丈夫なんよ。あ大丈夫、あの好きな人には熱くない炎を出す。あそういうこと。そうそうそう、だから乗りたいな。好きな人には熱くない炎を出す、うん、ツンデレみたいな言うもんだからなんか好きな人には熱くない炎を出す、熱くない炎を出すよ。へ、うん、何の話してるんだろう。だからギャロップね、僕あの馬好きなんで。あーそうだね、うん、ちょっとその辺はね、かっこいいよね。そう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 、だから乗ってみたいなと思うね。なるほどね。え、ブラックホワイトだけ、あの前もやってたんだよね一応ね。やってる、あの、うん、だから赤緑から全部やってる。あ赤緑からやってるんだ、うん、あすごいな。あでも俺ら世代だとそうか、全タイトルやってるよ今まで。すげー。リメイクがやってないのが、うん、オメガルビーだけ。オメルビー、オメガルビーだけ今うちにあるんだけど、うん、まだできてないっていうのがあって手出せてなかった。そうそうそう、うん、リメイクじゃない、あの要するに普通のこういうブラックホワイトとか、うん、ダイヤモンドパールとかは全部やってる、うんうん、へー。あそうなんや、ポケモン。そう好きなんだね。じゃあね、結構やり込めるってことは。好き、今もやってる。そうやってる、うん、俺の好きなポケモン聞きたい。何かごめん、あ俺が振るんだったな。たごめんごめん、来たい来たい、ぶっちゃけ来たい。でもなんか振らなかったもん。お願いお願い、いらんぜよなんだこれ、お願い、うん、来たい。なんだろうな俺ね、な何やと思う。いや、なんだと思うっていうね、ちょっと難しいね。何やと思う。あのいくつだと思うって言ってくる女ぐらいうぜえそれ幅広い、年寄り幅広いからね、これ何のポケモン好きだと思って。そうだね、どうしようかな。そうそうそう、なんだろうな、何タイプ。タイプ、うん、タイプはね、電気。ライチュウって来ちゃってんじゃんコメント。そう、ライチュウ好きなんだ。大好きだ、ライチュウが。ライチュウさ、アローラの姿
許せない、あれ許せないな、許せない、あ本当のライチュウ好きっぽいね、なんかそれ、そう、 あのアローラだ、うん、アローラ好きで、アローラのそのキーホルダーつけてるやつが、うん、あれ薄い女薄い女、あれ薄い女、あれ大体流行りに乗っかってる、そんなことないだろ、本当に薄い女可愛いじゃん、あれちょっと浮いてるのね、そうそう、うん、ちょっと S っぽいじゃん、ライチュウって、あーまあピカチュウに比べてね、強い感じもするじゃん、はいはいはい、あそういうことか、俺アニメがポケモンすっげえ好きやから、うん、そうそう、性的に見てんだ、性的には見てねえ、もう性的にはポケモンだから、そういうことでしょ、性的に刺さるでしょ、違うちょっと S 系の、これはやめてくる、まあ、そ性癖っていうか、なんかそうだから、お姉様が好きなんでしょ、そうですよ、うん、そういうことでしょ、そうですよ、うんうん、次行きましょうか、はい、次行きましょう、危なくなってきましたね、うん、危なくなってポケモンに弊害あるからね、うん、そうだね、うん、ダメだね、でもライチュウの顔も可愛い、あライチュウ可愛いね、本当に可愛い、牛したいわ、うん、さあじゃあ次行きましょうか、牛したいわ言っちゃうそれでは次の質問であります、はい、はい、無人島に1本だけ持っていけるならこのゲーム、これさ、この質問なんなんこれ、ね、毎回みんな言ってるらしいよ、いやでもこれ本当に分かんなくて、はいはいはい、あのその時やってたゲームをちょっと挙げさせてもらったんですけど、はい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 、ヒューマンフォールフラットでございます、おー出た、うん、無人島って、うん、多分まあ無人島だからおそらく僕一人なんだろうね、うんうん、そうやね、で、うん、なんかこう鬱っぽくなるなと思って、どうした？なんか、なんだろうな、誰もいないんでしょ？で一人で寂しくゲームやってるわけでしょ？まあ、無人やからね、うん、でヒューマンフォールフラットの世界ってなんかすごいこう、うん、そういう要素があって、なんか無限ループとか、なんかそういう要素があるわけですよ、はい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 、でなんかこう没頭してできそうだなっていう、単純にヒューマンフォールフラット無人島似合うなみたいな、うん、ヒューマンフォールフラットのこの何ステージが割とその無人島っぽいのよ、うん、誰もいないって感じすんの、あ、うん、そうそうそう、なるほどね、だから、うん、無人島って誰もいないじゃんか、うん、でも持ってくゲームの中でも誰もいない、あ、そうそうそう、だからもう追い込むそこまでどういうこと、だっていずれもうさ、うん、もうそんな 何持ってったってね、だからそうなのよどだから違う、これに関しては怖いな、この質問が良くない、違う違う、まあ、怖い怖い怖い、良くないんだけど、いやあのね、例えば、まあ、無人島に1本だけ持っていくならこのゲームっていうので、大体みんなが書くのは、うん、もう一生これしか遊べないってなった時に持っていくゲームとか、あ、そういうことなんだ、絶対に飽きないものとか、あ、じゃあポケモン、じゃあポケモン、早いな早いなヒューマンフォールフラットをちょっとベースに置いて喋るよ、じゃあなんか一番その早くこの世界からいなくなれそう、ヒューマンフォールフラットちょっと待って その目線で違う違う、僕無人島で生きていくとか無理なのだからあのできるだけ早く行きたいの、無人島に行くんだ、ね、もうそれも島送りにされちゃうんだったら早死にたい、そう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 、だから一番あのこう病んで、うん、飛べる、消えれるなっていう、あ、だってヒューマンホールフラットさ落ちてもさ下にステージがあるんだよ、まあうん、でなんかその高いところから落ちてこの先にステージがあるかもしれないって思いながら飛べそうやばいな、すごいな、いやなんかだいたいみんな脱出する術考えるんだよ、脱出できないもんだって、食、いやだから無人島でしょとか、生き抜く、生き抜く、せめて限界まで泳げないし、知らんし、泳げろよ、なれよ、ちゃんと、それはだからちょっとね、もう無理だってなるから、できるだけ早くそうで、なんか無人島でヒューマンフォールフラットやってたらさ、この世界が全てだって思えそうじゃない、怖っ、なんかゲームの精神を自分で狂わすって、あ、そう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 、そうなったらあの手っ取り早いかなと思って、初めてのパターンだね、そんな会話の持ってき方、うん、これこれすごいな、そうコメントでもあるけど、ドラム使って無人島脱出しようとした人がいると、うん、ドラム使って無人島脱出できるわけないじゃん、いやでも一番、うん、あのドラムマニアン、うん、分かるよ、そうそうそう、あれでしょ、ゲームセンターとか、あ、そう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 、うん、とか実際テレビゲームとかでもセットでこうついてきたりとか、うん、あのもの変えたりとか、あれがゲーム界で一番、これ俺が答えたんだけど、ドラムマニアを持ってきたいっていうのは、うん、あれがゲーム界で一番道具が多いゲームなのよ、うん、そうで、あれがあればもう何でもで、うん、道具がとにかく多いから、いろんな素材があるわけじゃん、道具が多いってことは、
お皿にもできるし、あドラムをね、そうで、うん、あのバチで叩ける、そうそうそう結構電力あるし、すごいね、だからそういうことか、物理か、そうでも物理で考えたんで、そうそう、でもそれも違うらしい、なんかこの、うん、いや違うよ、糸は違う、いや僕のと同じぐらい君多分間違えてる、違う、あのまあレベルはね、うん、ただベクトルがなんか全然亀井くん違うとこ行きすぎて、本当？だって精神を狂わすゲームを持ってくった、いやそう思うでしょ、無人島日本、あだからこれ意図としてはその制作さんたちの意図としてはそういうことだったんだね、うんうん、あのもうこれだけしかできないです、うん、何やりますかだったんだ、分かった分かった、じゃあちょっと質問を変えよう、うん、あのゲームじゃなくていいわ、無人島に1個だけ持っていけるんだったら何持ってんの、そうしよう、それだったら何て答える、あそれはね、ずっとサティって言ってた、うん、昔から、何、いやデパートバカじゃねえの、いやいやだって別に何でもいいでしょいやそうだけど、何でもいいでしょ、何でもいいけどデパート持ってるの、うん、サティだろ、そうそうサティあったらだって、いや何でもあるけどさ、うん、いや服と食料と何でもあるけど、うん、そこは生き抜こうとするんや、いやだだ、まあ、まあ、サティありゃまあ割とバカだな、バカだな、そうそうそう、持ってくってことか、自分で持ってかなきゃいけないんだ、それはそう、なんでサティ持ってくのバカだ、そうか、持てないな、1個剣が作れるようなサティ1個あったら、そんなサティやったら剣が作れる、作れねえ作れねえわ、嘘だよ、どういうことだ、嘘だよ、違うよ、そんだけいっぱいなんかはこういろんなものがあるから、うん、そうそう、サティ1個あったらもう1個のその町みたいにできるねっていう例え、うん、例えというかそのだなっていう話をしたじゃんか、できるわけねえじゃん、1個サティがあって人員もいないし、そう、ね、無人島なんだから、うん、であのサティの中にはだいたいダイソー入ってっから、うん、あの包丁とかもあんのよ、うん、別にでライターもあるし、じゃあダイソー持ってけよ、なんでサティごと持ってくるいやサティは服欲しいし、やっぱ服とかも欲しいし、サティあれはいいじゃんっていうことだよね、なんでサティやねいっぱいあるだろ、有名だね、うん、なんでだろうね、なんでさ身近にあったんかな、サティが、サティ大英、サティ大英懐かしいな、大英イオンか、今はイオン、今イオン、大体イオンだけどね、サティがね、では初めて聞いたわ、無人島何持ってきて、サティって一番いいじゃんね、まあ、一番いいし、うん、一番おもろいな、あ本当一番俺あの、うん、受ける側がトークできるやつだと面白い、ね、うん、あよかったよかった、そう受ける側がなんか、うん、薄い女とかだったら多分なんか全然ダメなんで、サティあすごいもうなんかせっかく、ねね、せっかくサティ持ってきてんの、せっかくサティっていうこのいるよ、ね、パワーワード持ってきてんのに、ね、すごい、 すごいそうなんだって、ね、私は包丁とか意味わかんない、であれでしょ、うん、そういう女の子大体さ、うん、面白い話してよって言ってくるんでしょ、言ってくる言ってくる、朝学校来て隣の席でなんか面白い、なんかつまんない、面白い話して面白い話朝面白いことやってとかね、そう朝8時に面白いことをやる、なかなかない、あれやばいよね、なかなかないね、そうそう、ちょっと今偏見が過ぎました、すいませんすいません申し訳ないです、ごめんなさい、ね、ごめんなさい、ごめんなさい、ありますね、はい、次まあ一回、はいはい、いきますが次ね、じゃあ次行きましょうか、うん、はい、次は次ですもこちらです、はい、一番好きなゲームは、もうちょっとさシンプルであり一番難しかったよ、いろんなゲーム出てきたけども、はい、まあまあいろいろ悩んだと思うけども、ね、まあまあ、悩みましたが、マリオカート8デラックスでございます、うわなんでこれ、ね、うわって言っちゃったけどうわって言っちゃったけど、多分好きなゲームって、うん、はいはい、こう何も考えずに、うん、シンプルにゲームしてて楽しいもので考えたら、うん、マリオカートって勝敗もすぐつくし、うん、その技術も、うん、あのすぐに身につく、うん、テクニックとか、うんうんうん、あの練習すれば、うんうん、であの友達とかとも競い合える、うん、だからスマブラとかみたいなことよね、うんうん、だけど僕はレースゲームの方が好きだったなみたいな感じで、うん、マリオカートかな、一番好きなゲームってなるとやっぱ楽しみたいから、ポケモンってすごい好きだし、うん、楽しいんだけど、うん、あの厳選してる時やっぱちょっと辛かったりするから、
あの厳選厳選っていうか、わ、うん、かるよ、そのそうそうそう、あの選んで、そうそう、選んでちょ一番いい、うん、そうそう、その答えをさ、答えをっていう、うん、卵を割ってる時、うん、ちょっと辛いもんね、いや知らんし、うん、俺そこまでかわいそうだろ、だってさ、もうポケモンの話戻っちゃうけどさ、うん、実際に考えて、いや考えそうすごいよ、現実世界で、いや、うん、なんかこうやって本当だよ、いっぱいポケモン、ね、こうやって卵産まして、はい、お前らの中で一番強いオスとメスはどれだ、こお前らか、よし卵をうめえ、こううめうめうめっつって、めっちゃうませて、やばいから、でその子供たちの中から、よしお前らの中で一番強いオスとメスはどれだっつって、サイコパスだよ、そう、それを100匹ぐらい続けた結果、うん、最強のエリートが出来上がって、それ、うん、そういうことなんだ、やってる、そういうことだよ、やってることは、そういうこと、ね、だから、うん、あの純粋に好きなゲーム楽しめるゲームってなったら、もう何も考えんとマリオカートかな、マリオカートやつ、そうそうそう、でも不思議だな、なんか、うん、子供の頃スーパードンキーコング3で、うんうんうん、天才と呼ばれたあの男が、はいはい、まさかここに来てマリオカート8デラックスが好きなのなんか天才と呼ばれた男がやっぱ、ね、そこめっちゃ言うなミスったミスったごめんごめんごめん別にあのそんなそうもう、ね、あれだったわこんな引きずると思ってなかった、ね、天才を水面ジャンプで、そうそうそう、水面ジャンプで水面ジャンプであマジで、うん、あのずーずー今水面ジャンプやってって言われたら多分リアルに10分はかかるよそんぐらいもうゲームやり混んでる我々でさえ大人がやろうとして10分とかかかるやつをもうほんと3分とかで水面ジャンプやってんのよあのタイミングが重要なのなピョン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 って水面をまあその名の通りジャンプしていくわけなんだけど、うん、むずいのよえむずそうなんだってだってここの水面のところに、うん、あの何かのポイントが接触した時にボタンを押せばいいんでしょそうそうそう楽じゃんそんなの10分そんな楽じゃんだって、まあ、リズムゲーなの確かにねビートマニアと一緒俺も今思ったけど10分もかかんねえわだしかかんねえし、うん、すぐ折れるよ折れるときは折れるけどあ折れるときは折れる、うん、だからあの、まあ、コントローラーの操作だけ、うん、あとなんかさ、まあ、ラグがあるじゃん昔のゲームだしさそれこなしたらもうすぐできるわできんのでも、うん、改めて言うよあどうぞ3歳の子がそれできたらすごいのよ、うんあね、そういうことね天才なわけだよ腹立つな言い方それはそうなんだよ言い方腹立つなこの亀井さん大人だわっていうコメントも腹立つしなんかこのなんかズズがこう悪になってる感じがすごい嫌だしな天才の会話すごいなって神々の遊びみたいだね天才の会話腹立つなこいつらもなんか教育されてるかなって腹立つなそうなのよ結論も天才なのかな天才として、まあ、やらせてもらってたけどまあ今は点でダメよやらせてもらってたけど、うん、やらせてもらったんですよすいませんおだてられて生きてきましたすいませんいやいやそう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 でも、うん、結局マリオカート8デラックスなんだ、うん、あんなにそう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 、うん、あんなに水面ジャンプこだわってたけどこだわっててでもマリオカートはさ、うん、本当楽しいのよゲームセンターにもあるけどさまああるけど、まあ、なんか楽しいよ普通に遊べるじゃん楽しいけどさ、うん、ゲーマーとやっぱだって3歳からやってずっとやってる時点でもゲーマーじゃないですか、はい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 、あなたいろんなゲームやってきてゲーマーだと思うでしょ、うん、ゲーマーがマリオカートエイトデラックスそんなダメなんマリオカートすごいなんか敵対心持ってんじゃんマリオカートになんかいやいやマリオカートに親殺されたん殺されてねえわどういうことやねんマリオカートすげえマリオカート嫌いじゃんマリオカートの嫌いっていうかマリオカート自体いい作品よ、うん、でもそのゲーム好きの人が言う好きなゲームがマリオカート8だってマリオカート8デラックス好きな人って大体なんかだからあれでしょ女大学生とか女の子すごい女大学生とか女性も見てるからねあの始まってからずっと偏見で喋ってるけどそうすいません申し訳ない、いやいやでもね確かに言いたいことは分かる言いたいでもそれは僕だって一周しましたよ一周、うん、あのまあ考えたよ一番好きなゲームとか RPG とか言おうかな今まで好きな RPG だそういうの求めてたんでしょ俺でも、俺は、うん、でもちゃっちゃと楽しいシンプルに楽しい分かりやすく楽しいのがマリオカートだねシンプルさを選んで、うん、あじゃあさじゃあさ、はいあのはい、ゲームって娯楽じゃないか、はい、まあ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 、やり込みとかもあるけど分かるよで、うん、友達が遊びに来ましたと、はい、なって何やろっかって言って、うん、やっぱマリオパーティーとか、うん、マリオカートとか、うんなんかそういう分かりやすく楽しいのがさ、まあ、シンプルで、うん、まあそうだね、いいじゃん。すぐ分かる。やってて楽しいってなるのがさ、うん、そういうのを、うん、
そういうのベースで考えた。あ、だから分かった。その亀井くんにとってゲームって確かに個人で楽しむもあるけど、うん、今の話聞いてるこうみんなで楽しもうみたいな、あ、それはあるのが多分ある時を超えてそうなってったんだよね、きっとね、うん、みんなでこう遊べるものを楽しいと思える人間になったってことだよね。だからいやいや元からそうよ、割とちっちゃい頃から。ああだってあのドッジボールとかやってたもん。ドッジボールまあまあ、うん、俺もやってたやってたね。そうそうやってた。みんなで楽しいのがさ、ゲームの話して、うん、あとマリオカートさ、うん、こうなんか、うん、まあ、鍋やるじゃないね、あの友達呼んでさ、うん、いやでお酒飲んだりしてさ、あ、ね、マリオカートやったら盛り上がるんだよ。わかるよ。そうそうそうっていう感じ、うん、だからその分かりやすく楽しいよ。一番好きなもうゲームっていうのがもうそういうことなんだろうね、うん、そういうこと。あ、そういうので言いました。だからスポーツなんだ、はい、僕にとってはゲームは読書なのよ。ほう、わかる。読書、読書って一人で楽しむじゃん。入り込むんだ。入り込んで読書して、ね、終わって、うん、で友達とかと、うん、あれ読んだ、あのゲームやった、うん、って言って、うん、あ、ここ面白いんだよとか知らない人におすすめしたりとかっていう。そう、俺にとっては読書、亀井くんにとっては多分スポーツとか、うん、娯楽だね。娯楽なんだよね、うんうんうん、そうそうそう、そういう一つだよね、うんうん、トランプとかね、そっちの方なんだよね、うんうんうん、きっとね。そう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 、うわ俺めっちゃいいこと言った、うん、よし今のすごいよ。でしょ。じゃあ、はい、そんな、はい、あのズズ君に多分かませるのが次のタイトルだわ、うん、あっ、うん、行ってみましょうか。ここだわ。うまいね持ってき方。じゃあ次の質問やっていきましょう、うん、はい、じゃあこちらでございます。はい、ゲーム好きになったきっかけのゲームでございますよ。はい、こちらはですね、はい、ドラゴンクエスト8、空と海と大地と呪われし姫君ですね。すげえ、ドラゴンクエストなんや。そうだね、だからこういうことなんでしょ。そういうこと、ま、待ってたのは。イエス、うん、いやだから それはそうだよ。僕だって、うん、ほぼいろんな種類のゲームやったし好きだよ、うんうんうん、でこれはゲーム好きになったきっかけって言ってたけど、うん、まあ、さっきのポケモンの BW とダブル、ね、ちょっと被るところはあるんだけど、うんうん、あのすっごいやり込んで、はいはい、あのだからそれこそ読書っぽく入り込んで、うんうん、っていうのがこれ多分この RPG じゃない、ドラゴンクエストって、うんうんうん、本当に5周ぐらいした。結構、まあ、やり込んでる、うん、そうそうそう、あの、うん、最後はだから裸あの武器、うんうん、あの要するに格闘で、あ、だからだから武器全キャラしで、うん、そう でクリアしたとかまで。あ、そんなにやってんだ。やったやった。これは、これがだからそういうゲームをやり込む一番最初だね。なるほどなるほど。ドラクエ8は小学校5年生とかなのよ、うん、5、6年、はいはいはい、高学年それぐらい、ね、だから確かに、ね、ちょっとやっぱ低学年とかから比べてさ、うん、そういう知識とかも入ってくる、うんうん、そうだね、そうだね。でこのゲームのレベルアップの仕組みがすごい秀逸だなって思ってて、うんうんうん、あのレベルアップするとスキルポイントってのが触れるのよ、うんうん、3とか2とか4とか、うんうん、その時によってね、うんうんうん、でそれをあの例えば、うん、こいつは剣士にしたいってなったら、うん、剣スキルに振っていくわけだよ、うんうんうん、だから自分の好きなように主人公とか出てくるキャラクターたちを、うん、あの育てていけるわけ。それがもうたまらなく好きで、そのシステムが。なるほど。だからこう、うん、自分のスタイルに合った、うん、プレイができるってことだね。そう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 、自分の好きなスキルを振ることができるし、うん、あーなるほど。主人公はやっぱ剣にしたいし最初は。あーなるほど、なるほど。だけど、うん、主人公を使える武器として、うん、剣あったり、うん、ブーメランあったり、うん、槍あったり、うんあのまあ、それこそさっきの素手、うん、格闘あったり、うんうんうん、で全その武器のあった後に最後に勇気ってのがあるのよ、うん、これがみんなバラバラで、例えばククールっていうキャラならカリスマだし、うん、ヤンガスだったら、うん、あなんだったっけ人情かな、うんうん、みたいな、うん、あのそのキャラクター特有のスキルが得られる項目があるのよ。それ振っていくと回復の呪文唱えられたりとか、なんかそういうのがあってすごい好きなんだよね。へえ、なるほど、うん、あだから分かった。その後にポケモンでやり込んでるじゃんか。だから初めてゲームに対して自由度っていうのを覚えた時なんだよ、そうきっと。そう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 、ゲームってこんなに自由なんだっていうのを覚えたゲームなんだ。だってゲーム好きになったきっかけってそういうことでしょ、はい、そうなのよ。そういうことか。これなんだよね、すごいな、うん、全部繋がってくるんだから。そう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 、これがいいゲームだよ。なんか 3DS で、うん、確かリメイク出てるんじゃないかな。それはやってないんだけど、そうそうそう、まあ、この、うん、プレ2の時のやってたね。すごい、なんかめっちゃ面白いよ。ちょっと亀井くんのこと好きになったわ。なんでよ。
なんかそのなんかマリオカート8デラックス軽いやつだと思った。そうゲームを軽いやつを言うやつかと思ってちょっとなんだこいつは、まあ、確かにねここまでそうだね、あのゲーマーの人が聞いたら、うん、確かにスーパードンキーコング生まれた時からありました。まあ、クラッシュバンディングも生まれた時あの親がねずっとクラッシュやってました。本当のことポケモン、あ、まあ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 、そこだそこ、ヒューマンフォールフラット、うん、うん、でもマリオカート一番好きなゲームマリオカート、お前ゲーマーかい、お前ゲーマーかい、なんで来てんだここお前確かになりがちだね、なんで来てんだてめえ。いやそれはまあ3歳からやってますから一周してますよ私も。で、うん、そしてだからこの一番好きなゲームはっていうクエスチョンがあの本当にいろいろ考えさせられた。シンプルであり難しいなってすごい。そうそう、この一言にめちゃくちゃ考えた。そうだよ、だって僕本当にゲーム好きだから今回のこの話もらった時超嬉しくてあのこの一個一個の項目さアンケートで事前にさ、ね、パスね返してたんだけど、もらうもらう、超考えたもんね、このゲーム選びすごいな、うん、めっちゃ多分で分かんない、考えに考えて、うん、マリオカート8デラックスになったってことだから、いい、そう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 、そうよ、なるほどね、うん、あとシンプルにね実況を見てて面白い、マリオカート8デラックスって。そうですか、うん、マリカの実況を見ててだってリアクション取りやすいじゃんね、今勝ってるとか負けてるとかさ、まあ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 、レースってさ、確かに確かに、うん、でアイテム当てられて、うん、おいみたいなとかさ、確かに確かに確かに、そうそうそうっていうところでいいなと思ったけど、うん、そりゃ私もドラクエ8やってますよっていう感じ、ドラクエもやってるし、うん、ファイナルファンタジーもやってるし、うん、やってるよ、やってるやってる、そういうことそういうこと、ちょっと僕が偏見、よかったよかった、申し訳ございません、それはすいませんすいません、やっぱ全然ね、皆さん亀井くんめちゃくちゃゲーマーでございますよ、かったよかった本当に、そうここで一気に分かった、うん、そう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 、じゃあ分かりました、じゃあこれを兼ねてね、はい、じゃあ一番最後になるね、ええ、この亀井くんのゲーム、はい、最後の質問こちらになります、どうぞ。初めて投稿したゲーム実況はこれはびっくりかもしれません、はい、モンスターハンターダブルクロスでございます。やってしまった、これはねやってしまった、私、はい、ね、あの、はい、ズズ君と比べると全然後輩なんですけども、この世界ね、多分2年前、うん、2017年か何年か、うん、でもまだね歴としては3年経ってないのよ、2年半ぐらいで、うん、まあ、うん、僕ずっと事務所にこの芸能事務所に所属してて、うん、役者やってて、うん、で、うん、それ辞めて、うん、フリーになって、うん、何しようかなとこう、まあ、思ってる時に、うん、まあ、とある CM がねきっかけでこの世界を知るわけですよ、 そうね、そうね、それこそニコニコ動画をね、うん、知って、うん、で、あ、まあね、これ今まで聞いてもらったら分かるけど、うん、割とゲームはやってたから、うん、ゲーム実況というものがある、はい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 、でゲーム実況動画を見たわけですよ、うん、なんと素晴らしいあの何娯楽があるんだと、いや、あのさ、やっぱテレビとかしか知らんわけじゃん、うん、そうだね、ニコニコ動画とか知らなかったから、まあ、まあ そ, その時 YouTube だってそんなにまだなんだ YouTube で見るってなったらなんだろうな、わかるよ、本当あの、うん、好きなアーティストの例えば PV とか、うん、そういう感じじゃん、その時はね、そ う, そう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 、うん、だったから、うん、うん、面白いなって純粋に思って、ゲーム実況中のはな、ゲーム実況にこう意欲が出るわけだ、なるほど、でフリーになったときっかけにこう、まあ、ツイッターをさ、うん、アカウントを作って、うん、そしたらまだその CM を覚えてくれてる人がいる、うんうんうん、ってことで、ありがたい、あ、じゃあもうそのニコニコをもうちょい知ろうと思って、うん、そこから、まあ、1年経たないぐらいこう、うん、その世界のことを知って、うん、あ、じゃあゲーム実況やってみようって言ってこう実況揃えて、うん、いざやろうと思ったんだけど、うん、やるとね、うん、何も喋れないのよ、そうでしょ、ああね、そうなんです、ゲーム実況の難しさたるや、難しかったあんなさ、うん、あの、まあ、すごい言い方悪いけど、ああ、いい、言っちゃえばさこう、うん、ね、うん、あの芸能人でもない素人の人が、喋りも上手くない、うん、お笑い芸人でもない素人が、うん、ゲームやって喋ってるだけの動画、うんうん、ってやっぱ思いがちじゃない、まあね、けど、うん、こうゲームプレイしながら喋るってできないのよ、うん、そうなんですよ、そう、ほんと言葉出てこなくて、あ、ほんと、いやー、これどうしたもんかねってなったの、うん、最初、うん、で、うん、ちょっとこれはダメだと思って、うん、モンハン、だから本当は収録したのはポケモンが最初なのよ、あ、そうなんだ、ゲーム実況、うん、あ、あるんだ、そしたら何も喋れないわけ、うん、なんてつまんない人間だ自分はって思って、どうしたそこまで思うやん、そう思ったよ、やっぱ喋れないんだもん、うん、あ、なるほど、喋るのはさ好きだったからさ、昔から友達とかともこう喋ることはしてたんだけど、トーク力みたいなのはあると思ってた、いや、まあ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 少なからずよく喋ってたから、うんうんうん、で思ったけど、うん、できないから、うん、しょうがないっつって、まあ、うん、モンスターハンターやってるじゃん、うん、で、うん、やってたから、うん、友達
たちと、うんうん、その時ちょうどやってたのよ、うん、このダブルクロスを、うんうんうん、悪い俺ゲーム実況始めたいんだけど一人で撮れないから、ほう、あの手伝ってくれっつって、会話ならいけると思って、あ、なるほどね。僕その会話やっぱさっきさこう友達みんなでやりたいとか言ってたけど会話なら続くんだよ、うん、で、ダブルクロスならこう、うん、要するにマルチプレイでできる、うん、ってなって、うん、友達3人で、うん、知ってる人はいないと思うんだけど、うん、まあ、アイドルマスターのね今動画をよく上げてるから、うん、そっちの印象が強いと思うんだけど、うん、そうね、モンスターハンターダブルクロスが最初に上げたゲーム実況で、友達3人と何の面白みもない、ただただもうただディアブロスと戦ってる、うんうん、3人のゲーム。あ、そうなんだ。そう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 、そういう背景があったんだ、うんうん、そうだからそれも聞きたくて、なんで実況あったのかなっていうの。そんな感じ。なるほどね、そっか、うん、ちなみにさ、その、うん、こういう文化があるんだって知ったきっかけになったゲーム実況動画とかっていうのあるの？なんか名前出して大丈夫なのかね。あ、なんかちょっとやんわりして出してみる。なんかバク、あ、オッケーそれはわかるよね聞いてる人もみんなわかるよね、うん、出してもいいとは思うけどね、うんうん、別にそんなの、あの緑の甲羅から逃げるやつ。あ、なるほど、なるほど。あれを最初見た。キノコかな、キノコ。そう、キノコ、キノコ。 あれから甲羅じゃないか、そう、キノコ、キノコ、ワンナップのやつ。すげえよな、バクでわかるんだ、自分が、うん、みんなが、ね、すごいよね。あれを見て衝撃ですごいな、なんだこの面白いものは、みたいな、うん、なるほど、ね、そうなって、うん、割とバクを見た。ちなみに、うんうん、ズズは見てた。ズズはね、やっぱ知らんよね。知らんか。ごめんごめん、それはだってさ、まあ、わかんないよ。わかんないよ、うん、それはわからないですよ。バクって、ね、うん、バクってって言ったらそっちの方が失礼だな。もう言おうや、別に言っても大丈夫だよね。そう、幕末志士さんって、ね、うん、多分ニコニコでトップとかの人だよね。そうだね。だからすぐ出てきたんだよね。なるほど、そうだね。そうそうそう、ね、そういうので、うん、確かに入りやすいしね、しかも面白いから。うん、そうそうそう、なので見て、ね、そのつながりでなんだこのゲーム実況動画はってなってって、うん、自分の好きなポケモンとかの実況をそこから見るようになって、うん、っていう感じ。なるほどね、うん、あ、そう、それで、あ、これなら自分もできるかもしれないと思って収録してみたら点でできねえ、うんうんうん、なんだこれはってなって、そんなダブルクロスを友達とやりました。そうそうそう、ヒロシっていうやつと、ヒロシリョウタってやつ、リョウタヒロシ、リョウタ、ユーマ、ヒロシとリョウタとユーマでやってんのやってんの、これやってるわ、3人でやってんの。なるほどね、うん、そんな、もう見なくてもいいぐらい、あの全然面白くないからでもね、ぜひぜひね、亀山くんのこと今日知った人はね、見ていただいて、そんな過去もあったぞ。で、YouTube が最初なの、僕ゲーム実況動画を上げたの。逆にはそうなんだ。そうなの、そうなの。で、まあ1ヶ月ぐらいその YouTube でやってたんだけど、うんうん、まあ分かんないじゃんね、いろいろ。でまあ、ニコニコでもともとそれはやりたいと思ってたから最初、うん、でもニコニコの方が最初複雑でできなくて、ちょっとね、うん、で分かるよ、うん、じゃあもうニコニコやろうってなって、うん、一発目何やろうかな、でアイドルマスター。なるほど、ね、そっからか、うん、そう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 、それでまあこう多くの人に知ってもらって、うん、なるほど、それをさらにまたみたいな感じだよね、うん、いやこれ亀井くんの過去も聞けて、芸人の経歴も、はいはいはい、聞けたということでございますのでね、はいはい、まあ、ここまでね、いろいろ伺ってきましたけども、ええ、じゃあ実際言ってるけども、うん、ゲームプレイは果たしてどうなんかと、お、ね、ほうほう、ということで今回は、まあ、亀井優馬くんがあの無人島に持っていくから、このゲームってこれやんなこれやんのこっち、これやんのよ、俺も思った、これなんやと思っていろいろ語って無人島に持っていくゲームのヒューマンホールフラットの ね、そうそうそう、スイッチ版をちょっとプレイしていこうかなと。なんかズズに、うん、こう面食らわすんだったらそれこそマリカとかだったらね、そう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 、あれだよ、伊達にやってないから、うん、僕結構成長してんのよやっぱり、そのそマリカだってさ、やってるし、いやでも残念ながら、うん、残念ながらっていうのはあれだな、まあまあまあ、そうそう、でも楽しいからね、そうそう、ヒューマンフォールフラットをね、そう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 、2週間前、1ヶ月前ぐらいかな、はいはいはい、去年の11月ぐらいからやり始めたんだよね、これ、はい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 、うん、友達ともできるし、うん、そうそう、てかなんかこう気軽にね、うん、これオフラインでもできるんだっけ、これオンラインか、オンラインでもできるんだ、オンラインでもできる、あ、そう、オンラインっていうか、そのまあ離れたところで友人とやったりできるね、いいね、俺もこれやるんですか、ちょっとだけやったことあるけどもう全然覚えてないな、うん、やっていきましょうか、はいはい、じゃあやりましょうか、これは俺も一緒にやっていいのかな、ほらもうすでに怖いんですがって、だってこれさ落ち続けるって、うん、
すごいよね。すでに怖い、え、コメントで言ってる子がいるってこと？これを見てすでに怖いんですがって言ってる人が、言ってる言ってるみんな。なんやねんそれ、うん。じゃあTTP ステージセレクトどっからやろうかね、はい、このミュージアムってのが、うん、チュートリアルというか、あ、じゃあそれ一番やりやすい。これは大丈夫？動かし方わかる？あ、俺すごいゲーム得意なタイプだから別に飛ばしていいよ全然。もっともっと難しくていいよ。マジ？うん、じゃあ何ダークとか言っちゃっていいの？もうダークはやめた方がいいんじゃん。気づくんだね。やっぱ気づくんだね。なんかね。ダークはやめた方がいいんじゃない？いや、すごいよ。一通りほとんどやったんだけど。スチームまでかな僕。多分アイスが割と最近アップデートされて、はいはいはい、まだこれだけプレイしてないけど、うんうんうん、多分この辺はできないから、どうだね、まあ、トレインだね。あ、トレインは大丈夫できるわ俺多分。できる。あ、もっともっといく？お運びもできるし、お運びもできる、マウンテンもできる。マウンテンできる？うん。工事現場がまあまあまあやな。ね、見栄え的になんかキャッスルとかだと、あ、でも、ね、ウォーターはね多分グダるなって感じする。でも発電所いいね。発電所。いや無理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 。ごめんごめん、そうだったけど。うん、これむずい。あ、むずい。うん、結構時間かかったから。そうかそうか、じゃあ工事現場じゃん。工事現場ぐらいがいいと思うんだけどね、うん、そうだね、うん、山、マウンテン。あ、マウンテンがいいみたいですよ。マウンテン俺ちょこっとやったことあるけど大丈夫かな。でもカンペティングが出てますよ。実況的に見栄えがある、はい、あ、実況的に見栄えがあるのはマウンテン。そう、中条 D が出してくれてる、うん、ね、カンペ出してくださってる。じゃあマウンテン、あの絵が映えるのがマウンテンらしいんでマウンテンにします。そうやね、確かにね、はい、じゃあやっていきましょうか。はい、お、出てきた。あ、いいね、いいスキンでね、これね。いいスキンか、うん、なんかどっちも危ねえスキンやな。こんなもんなのよ。こんなもんなんで、ね、始めていきましょうか。まあこれあれだね、このステージってのは操作ね、要するにそのくぼみに落ちないように進んでいく。あ、オッケーオッケーオッケー、まあ簡単だね、うん、これはもうジャンプだね。これジャンプ、このステージでそう知ることはジャンプとよじ登ること。ジャンプとよじ登る。あ、ちなみにあの左が亀井でございます、右がズズでございます。はい、亀井くんが黄色の、僕黄色ね、はい、そうで、うん、右の骨の方がズズね。そうだね、オッケーオッケー、うん、やっていきましょう。オッケー、おいい、やめて、やめて、やめて、ね、ちょ、やめて、やる気出してね、やる気出してね、やる気出してね。一回行っとこ、一回行っとこって何？一回行っとこ、ほら、どこ行くの？一回行こうよ。どこ行くの ね、 ね、もうこの世界には何もないんだ。どこ行くのね、どこ行くんだよ。おい、こういうことでさっき言ってたのね、はい、落ちてもまた戻る、落ちてもまた戻ってくるのよ、そのステージ、ね、このループがなんか鬱っぽいよねっつってんだね。そう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 、 OKOK、 分かった。さあ行きましょうか。行きましょうか、はい、なるほど、うん、キワキワでね、あ、危ない危ない危ない、キワキワキワでね、別にこれ落ちても大丈夫だから。大丈夫だね、うん、OKOKOK、 いけるな、よいしょ。いや、ちょっと操作おぼつかねえな、全然。あべ、お、うまっ。そう、そういう時は、あ、やべやべ、あ、うまい、やべ、やっちゃった。大丈夫、待ってね。って、あー、助けてくれんの。頑張って、これでいけると思う。あ、ちょっと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 、どうすれ、もう無理、もう無理、どうすれ、話してほしい。ちょっと、待って、どうすれ、むしろ。ちょ、無理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 、もったいないよ、せっかく俺ここまで来たもんだって。もう、ちょっと待って、待って、切り捨てたい。どうして、どうして、今、あなたを切り捨てたい。待って、待って、待って、俺、一人で戻って。こう来て、こう来て、こういけんかな。もうね、無理なんよ。無理。じゃあ、一回登るから。ちょっと待って、いや、もう無理、うん、無理や、あ、無理や、ね、これだったら多分ジャンプでいけんじゃないこの距離。あ、やばい、え、何こうやったこと、ね、こう、そう、上にして、そうそうそう、お、天才、お、見ろ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 、そうそうそう、ほら見ろ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 、あんたできるじゃない、できる、できるんだよ、天才天才天才、はい、よし、オッケー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 、いいよ、これ、こっちからいける、ちょ、おい、おい、まあ、ざけんなよ。先にゴールした人の勝ちね、これね。あれ、そういうことした、あー、余計なことした、待って、違う、どっから登るんだよ、あの、さっきの低いところ、うん、そうなんだよ、この壮大な BGM がまた面白いんだよね。これめっちゃうまい、これめっちゃうまい、もうこれめっちゃ慣れたね、めっちゃ慣れたわ、どんどん邪魔されるうちに、やべ、壮大なけどさ、オッケー、軟弱だ、ね、よし、オッケー、よっ、飛び級、これ上のもんだ、上のもんだ、あそこまで行けばいいの、
そうそうそう、上のところまで。オッケー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 。でもこっちの方が早く行けるよな。こっちの方が早く行けるよね。で、そうだね。そっちの方が早く行ける。この。おいえ、おい。お前ふざけんなよ。よし。もうどこ？いいのよ。あ、ここ登るんじゃん。うん。でこれロード入るとお前ヘラヘラしてんじゃねえよ。お前ヘラヘラしてんじゃねえよ。人落としといて。いいねこれね。もうサクサクいっちゃうわ。慣れた。そうそうそう。これね操作がね結構慣れるまで時間かかんのよ。よし慣れた。でももう慣れた。もうすごい早いね。天才？そうだよ。あれ？全然天才だよ。だからそのなんか亀井くんが親に天才って言われた話聞いてて、うん、そうそうって思ってたもんずっと。水面ジャンプごときで。そうそう、ようようなと。もうヒューマンフラット男やもんだって今。今ね、もうできんじゃん。そう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 。え、何ダークいけちゃうんじゃないの？いや、いけると思うよ俺多分。ただ、うん、ちょっと自信がなかっただけ。あ、ね、セーブ入ったのでもうあなたの行為は今無駄。なんてこと言うねん。そう、私がそこまで進めてしまったからもう今外に落ちたら僕のところ来るよ。どういうこと？あ、でもほらちゃんと自力でここまで来ました。来た来た、素晴らしい素晴らしいやろ。で引っ張ればいい。そうそうそう、これあなたを引っ張ったことで俺引っ張ったことになる。痛い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 。これで飛びまして、はいはいはい、そう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 、こうか。うん、すごいね。そうそう、なんでそんなできんの。はっ、あ、いい調子乗った。いいよ。おい、押してんのよ。押してっから届くわけない。まずこんなとこぶら下がってるだけ、ぶら下がってるだけ。そうね、よし、引っ張ってって。そう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 、かわいいな。かわいいんだよ、かわいく見えてくる。かわいく見えてくるんだ。ブチンと。これいけねえのか。よし、届かないんだね、やっぱ上から。あ、やべやべやべ、おい、ふざけんなって。よし、もうちょい通れない、通れない。オッケーオッケーオッケー。ちょっと待って。そうなんよ、これね、いかに早く上に行けるかだからね。あんま押さないでよ。あんま押すとまたあれになっちゃうから。 あれになっちゃうから、あれになっちゃう。代名詞やな。よし、オッケー。はい、お疲れ。じゃあね。待って。ちょっと待って。オッケー、お疲れ。よし、はっ。よし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 。あー、やばい。よしよしよし。右側の方にターザンロープがあったんですか？これか。あー、ターザンロープの方が分かりやすく。番組的にね、番組的に盛り上がるよな。番組的にね、このターザンロープからやってほしいな。うん、オッケーオッケー。そうそうそう、オッケー。ターザンロープ行きましょうよ。よいしょ。これ多分中条さんの声聞こえてないから、うん、番組的にねってボソって言っちゃってることになっちゃう。あ、そっか。番組、なんか急に、ね、急に、うん、ターザンロープね、うん、番組的にねってなんか急に。あの、指示出てるのよね。あ、そっか、天の声的な感じで。あ、聞こえてるって。あ、よかったよかった。びっくりした、びっくりした。よかったよかった。待ってよ、それ一緒に行こうって。いいよいいよいいよ。いいよ。いや、それやっぱ協力プレイでしょ。なんでお前がいいよって、なんでお前がいいよって言うの。俺がいいよって言う立場だから今。俺が先についてるの。いいよいいよ。あのね、おいで。まあ、そういうのは協力プレイだからこれね。そうだよ。え、協力プレイ。そうだよ。置いてった俺のこと、なんかその行為は全く無駄って言ってた、あなたが。これターザンロープ俺も持てばいいの。うん、じゃあちょっと行ってくるわ。ちょ、待って。あ、オッケーオッケー。ここにね。どこどこ、ここに。いや、このターザンロープ、あ、私に捕まる。待って、いや、いい、どこが、どこ、どこ、どこ、いいか。じゃあそこでいい。こう捕まればいい。オッケーオッケー。こう捕まればいい。いいわ。あ、ちょっと待って。手を、大丈夫、大丈夫、離しちゃダメよ。手離しちゃダメ。手離しちゃダメ。ちょっと待って、大丈夫。おい、ちょっと待って、まだまだ、まだ今振ってるから、振ってるから。振り子、振り子、いいよいいよいいよ。大丈夫、振り子、振り子、いいよいいよいいよ。大丈夫、大丈夫。まだだよ、まだだよ、まだだよ。いつ、いつ、あとね、これ話していいの。あと、あと2往復、あと2往復で行くぞ。あと2往復、あと2往復。これ何もしたくない。これ大丈夫、いいよいいよ。怖い、怖いんだけど。私が行くので、大丈夫、話すから。よし、次で行くよ。え、次で行く。大丈夫、行ける。次で行ける。レッツ、角度合ってる、それ。いくよ。合ってる、合ってる、この角度で。いけ、いや、あ、ふざけんなよお前。ふざけんなってお前。いや、今言ってたのに、今言ってたのに。こっからかよ。やべやべ。今言ってたんだけどな。こっからかよ。全然左右が合ってねえよ今。くっそ。全然うまくいってねえよ。はい、はーいじゃないよ。ヘーデルハウスだっけ。はい、はーいじゃない。